一つ、低木、または木本性つる植物からなる。つるサイカチ属は世界に広く分布しており、熱帯アメリカ、アフリカ、マダガスカル、及びアジア南部を原産とする。つるサイカチ属の規模については、異なる専門家たちが、それぞれ100から600種あると挙げたまま、争点になっている。イルディーズは159種を認めている。本属のダルベルギアニグラは2017年10月4日から有効となっているワシントン条約付属書Iに、それ以外のつるサイカチ属の種はすべて同条約の付属書IIに記載されている。スウェーデンの植物学者、ニコラス・ダールベルクへの献名である。つるサイカチ属の多くの種は重要な木材用樹木で草食的であり、しばしば芳香油が豊富に含まれていて、芳香性がある木であるために価値がある。つるサイカチ属の木々で最も有名なのはローズウッドで、その香りが元で属にそう名付けられているが、別のいくつかの有用な木々もこの属に含まれる。ローズウッドと呼ばれているほとんどの木々は、樹形が美しく、材は鮮やかな茶褐色をしている。ここで、留意すべきは、すべてのつるサイカチ属の種のごく一部だけがローズウッドで、あるということである。つるサイカチ属の複数の種は、何種類かの蝶目の幼虫の食草、または植樹として利用されている。その中には、シッソの木ダルバルゲアシッソを選択的に採取するチビガカの幼虫も含まれている。西洋で高く評価される、秀でたローズウッドは、ブラジリアンローズウッドダルバルゲアニグラであり、バイアローズウッド、リオローズウッド、パリサンデルでリオグランデ、ジャカランダとしても知られる。過去にひどく伐採されすぎて、今ではワシントン条約の対象である。西洋で2番目に愛好されるローズウッドは、マルバシタン、ダルバルゲアラティフォリアで、イーストインディアンローズウッドあるいは、インドネシア産のものは、そのケリンとしても知られている。チューリップウッドダルバルゲアディスイピュラリスは、赤や、サーモンピンクの縞模様が入ったクリーム色をしている。この木はよく中張りベニヤや他のベニヤに用いられる。これはアメリカ合衆国でチューリップウッドと呼ばれ、あまり高価ではない家具に用いられるユリの木とは別である。黒っぽい縞模様の入った紫色の材を持つ、ブラジル産のキングウッドダルバルゲアアキレンシスも同様に用いられる。チューリップウッド同様小ぶりの木であり、高さ10メートルまで成長する。他に、有名な木材としては、主にダルベルギアレトゥサに由来する中央アメリカの木材ココボロがある。この木は、切ったばかりの表面は華やかで装飾的なオレンジレッドの外観をしているが、空気にさらされるとすぐに色あせ、落ち着いた色調と色相になる。ブラジリアンローズウッドダルバルゲアニグラから作られた製品を再輸出するには、ワシントン条約の許可が必要である。インドの土産物屋では、あたかもローズウッドで作ったかのように、時々紫に着色されている、シッソの木ダルバルゲアシッソ製の品物を売っている。この種類の木は、最良の状態で工具の柄に使用することができる。アフリカンブラックウッドダルバルゲアメラノキシロンは、極めて黒い木で、木管楽器を作るのに需要がある。経済学的に重要な種を挙げる。ありがとうございます。